はいみなさんこんにちはチームハロンズクローカーですメキシコペソ連のテクニカル分析を3分で解説します本日ニューヨーク市場の見通しとなりますまずは結論からはい4時間しボリンジャーバンド下落トレンド進行中1問金公表トレンドは出ておりませんストーキャスティックス売りシグナルが点灯ということではい4時間しベース上値の重い展開と考えておりますそれではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します <laughs> はい、4時間足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線21本、移動平均線、緩やかに下落傾向を示しております、ローソク足だといいますと、マイナス2シグマラインとマイナスシグマラインの間を推移ということで、はい、4時間足ボリンジャーバンド、下落トレンド進行中です4時間ススストキャスティック売りシグナルがとということです。 はい、こちら4時間足1目均衡表です。はい、ローソク足ーシと雲の位置関係からトレンドが出ておりません。その中、ローソク足シの上にはさ、えーと、レジスタンスラインとして、雲の下限、で、雲の上限。 でえー、と転換線、基準い大体似たようなポイントに抵抗体がずらっと並んでおりまして、まあ、チャート形状的にもなかなか上にブレイクするのは難しいのかなという感じがしております、はい。それでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい、サポートライン、直近安値レベル9、えーと、9月22日の安値レベル、7.05レベル、7.05レベルと考えております。はい、続きまして、<laughs> はい、4時間足ボリンジャーバンド。4時間足ボリンジャーバンドの マイナス2シグマラインレベル。こちらが次のサポートラインのターゲットということで、7.10レベル、7.10レベルということです。はい、続きまして、えーと、レジスタンスラインですね。はい、レジスタンスラインにつきましては、まずは4時間足1目均衡表、雲の加減レベル、雲の加減レベル、7.13レベル、7.13レベルと考えております。で、次のターゲット、4時間足1目均衡表、 雲の上限レベル7.15レベル7.15レベルと考えております。はいメキシコペソ円ニューヨーク市場の見通しということで、まあ4時間足えっ、ー、とボリンジャーバンド下落トレンド進行中4時間足ストキャスティックスも売りシグナルが点灯ということです。さらには4時間足一も均衡表はいこちらですねトレンドが出ておりませんが。 ローソク足の真上には、えー、とレジスタンスラインとして雲の下限、雲の上限が位置しております雲も結構薄い状態とでさらにその上には、まあ、転換線と基準線がほぼ同レベルに位置しておりますいわゆるローソク足の上に抵抗体がずらっと並んでいる状態ということです。はい、そういうことでメキシコペソ円ですね、ニューヨーク時間におきましては上値の重い展開と考えております本日は以上となります。